yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日はね、11月なんですけど、だいぶね、外も涼しくなってきて、世の中的にもだいぶ落ち着いてきたので、旅行にもね、気軽に行きやすくなってきたんじゃないかなと思います。はい、ということで、今日はですね、そんな旅行に持っていきたい、トラベル三脚ですね、ミニ三脚についてのお話をね、していきたいと思います。僕は普段こういうね、家で動画を撮るときは大きいね、がっしりとした三脚使ってるんですけれども、外出かけるときとかね、あとはこう Vlog とかね、撮るときはもうちょっとね、コンパクトな、三脚使ってます。ずっとね、もう長いこと使ってるのはこれですね、ベルボンから出ている UT3AR っていう名前の、三脚で、こんな感じでね、畳んだらそこそこね、ちっちゃくなる。で、こう伸ばしたら130センチぐらいかなの高さになる、三脚、これをね、メインで使ってます。で、なんですけど、ちょっとね、これは面白そうだなというか、持ち運びにね、良さそうだなっていう新しい三脚が出てきたので、今日はそれについてご紹介をしていこうと思います。それがこちらですね。三脚の大手ベルボンさんとキャンプメーカーのね、大手コールマンさんが組んでコラボで出しました、このスティック型の三脚ですね。名前をコールマンマルチスタンドロングブラックっていうね、名前になってます。これ偶然ネットで見かけて買ってみて試してみたんですけど、意外とね、使えるんですよ。思った以上にですね、これハマる人いるんじゃないかなと思ったので、今日はこれについてご紹介をしていこうと思います。で、このね、コールマンのこのスティック三脚のポイント、3つ最初にね、まとめてお話しすると、まずはね、このコンパクトさですね。この畳んだ時の小ささ、スリムさっていうところで、2つ目に、これね、全長150センチぐらいですね。結構高く伸びます。背がね、高く伸ばせるっていうところが2つの目。そして3つ目のポイントが、これね、スマートフォンでも使えるし、一部のね、軽い一眼でも使えますっていうところですね。こちら順番に説明していこうと思います。まずはこちら、スティック型の極細デザインということで、この、畳んだ時のスリムさ、これがね、素晴らしいです。こんな形で本当に棒状のものなので、僕がね、普段使っているこのベルボンのね、三脚とかと比べると、全然ね、やっぱ太さ違うのが分かると思います。このスティックの直径がね、わずか36ミリ3センチちょいっていうことなので、これだったらね、いろんなカバンとかいろんなところにスッとね、入ると思います。で、このね、長さはですね、この端から端までだいたい34センチぐらいですね、 34.5 センチの長さになっているので、割とね、そこそこのカバンだったらね、縦の長さも問題ないんじゃないかなと思いますね。これ素材もアルミのね、素材が使われていて、結構ね、剛性がしっかりしてるんですよ。作りがね、しっかりしていて、で、これ使うときはどうやって使うかというと、このね、底面にですね、スイッチが1個あるので、これを押しながらこうやってね、ガパッと、開いて、で、この3点の足で荷重をね、支えて、上のね、カメラとかスマートフォンをこう立たせることができるっていうね、アイテムですね。そして高さを出したいとき、長さをね、出したいときは、この先の部分ですね、ここをくるくるっとひねってガッと引き出します。で、そのね、固定したい場所でこうクッとね、反対側に回してあげると、これでね、こんな形で、長いね、ロッドが伸びて、これがね、三脚として使えるっていうものになってますね。で、このスライド式のね、この段数は全部で6段ありまして、この自分の好みの長さに応じて引き出して、で、こうグッと固定して使うっていう形です。重さもこちら 565g しかないので、およそね、ペットボトル1本分ですね。ペットボトル1本持っていくような感覚で、この三脚をね、1本ね、持ち運ぶことができます。なので、キャンプとか Vlog にはね、やっぱり非常に適したアイテムなんじゃないかなと思いますね。続いてこちら、2つ目のポイントとして、この全長の長さっていうのがあります。これ非常に大事で、こういったね、こうミニ三脚、トラベル三脚って、こう背がね、高く伸びないものが多いんですよ。こう90センチとか、120センチとかっていう形で、もうちょっと高さが欲しいなという時があるんですけど、この三脚はですね、こうグググーと伸ばしてあげると、なんと154センチまで、これね、全長伸ばすことができます。なので、こう動画とかね、撮影する時でも、こう自分の目線の高さですね、こう目線に近いところで動画撮ることができるので、これはね、非常に便利だなと思います。僕が今まで使っていたこのね、ベルボンのこちらの三脚 UT3AR なんですけど、これがですね、全長が135センチっていう形なので、
まあ、大体20センチぐらいこっちの方がね、高さ自体は出るんですよ。この UT3R もね、結構伸びる方だなと思ってたんですけど、まあ、それ以上にですね、こう高さが出せるっていうことでね、ここはね、すごい評価できるポイントだなと思ってます。こういったトラベル三脚ってどうしてもね、背が低くなっちゃうので下から見上げる絵が多くなりがちなんですけど、これだけね、全長が高いと上から、ね、見下ろす絵とかそういうのもね、撮れるので結構汎用性は高いんじゃないかなと思います。3つ目のポイントとして、こちらスマホでもですね、一部の軽い一眼でも使えるっていうところ、これがね、結構ねまたいいんですよね。スマホで使うときはこういったね、専用のアタッチメントがあります。このバネ式でこうホールドするタイプのものなんですけども、ここにね、こうやってカチッとスマホを挟んであげて、でここネジ穴がついているので、こうぐるぐるぐると回してあげればですね、これでこんな形のスマホ用のですね、三脚になります。この部分をね、スッと伸ばして回転させてあげると、こんな感じで縦画面でも使うことができますね。なのでインスタのストーリーとか TikTok とかね、撮るときには非常にこれ便利なんじゃないかなと思います。そしてこの部分が三脚ネジになっているので、さっき言った通り軽めの一眼とかだったらこれ乗せることができるんですね。まあ、それこそあの Vlog カムとか、ZV-1 とかね、ソニーのとかはここにね、このまま三脚につけてあげて動画とか撮ることができます。ちょっと重量オーバーなんですけど、こういったね、 XS10 とかこれぐらいのカメラだったら、まあ、僕が使ってる感じはね、まあ、ギリギリ使えると思います。メーカーの公式の積載量はね、越しているので、ちょっとこれ自己責任で判断してほしいんですけど、これぐらいだったらね、まあ、ギリギリ僕は使えるんじゃないかなと思います。でこちらですね、先の三脚ネジのところのね、この固定の部分がこうバネでね、グッと上に圧力がかかる形になってるんですね。まあ、なのでこの三脚をね、ネジを回せば回すほど圧力がかかって外れにくい仕組みになっているので、まあ、ここの、ね、固定はかなり、ね、安心感あります。 XS10 ね、実際につけてみるとこんなような状態になります。まあ、かなり、ね、これは手持ちのこの Vlog ハンドルとしては使いやすい、ね、こう大きさ、細さ、軽さなんじゃないかなと思いますね。続いてこのまま、ね、気になるところ行こうと思うんですけれども、まあ、こうやって、ね、重めの一眼をつけてハンドル的に使う用途では、ね、まあ、結構安心感あるんですけれども、これ最大の積載量が一応公式だと500g っていう形になってるんですね。なのでそれを超えてしまうと、まあ、いわゆる三脚として使うとき、こう三脚として立てて上にね、このカメラを使うときにちょっとね、やっぱ不安があります。だいぶね、グラグラするので、三脚の状態でこう安心して使えるのは、まあ、ZV-1 とか、まあ、ああいったコンデジのカメラがまあギリギリで、まあ、一眼つけるとね、ちょっと風とかでね、揺れちゃうので、そこはね、注意してほしいです。重いカメラを乗せるときは、まあ、目を離さないようにするか、まあ、もしくはね、この前光を低めにしてね、この高さを低めにして、こう安定感ある状態で使うっていうのをおすすめします。そんな気になるところを踏まえて、まあ、改めて僕がね、こうどんな感じで使いたいかっていうお話をしていくと、一つ目はですね、これ一脚として使えるっていうところですね。こうやってグーッと伸ばして、でこれをね、地面に置いて、でこんな形でこう安定感を出しながら、こう手ぶれをね、抑えて動画だったりとか写真を撮るっていうね、形で使うことができます。結構イベントとか行ったりすると、三脚で持ち出すのはちょっと幅を取ってしまって気が引けたりとか、あと機動力が落ちるんですよね。こう毎回畳んでこう新しいところでこう出してっていう形になるので、まあ、ちょっとね、もたつくんですけども、一脚ってそういう時に便利なんですよね。このままね、こうスッとね、移動してトンと立てて写真撮れるっていう形なので、まあ、これ三脚としてもいいんですけど、こういったね、ガチのカメラ使うときは一脚としてもね、使えるっていうね、利点があると思ってます。もう一つはね、さっき言ったね、このハンドルの機能ですよね。 Vlog を撮っていてちょっとね、このレンズが近いなっていうときに、この首をね、伸ばしたいなっていうときがあるんですよ。その時にこれ簡単にグッと伸ばして自分の方を向けて、こんな感じで画面見ながらですね、遠くの方でこう撮影ができるっていう形になってるので、まあ、このね、 Vlog ハンドルとしての機能、これもね、非常にありだと思います。そしてちゃんとね、これ固定して動画をね、撮影したいなっていう時は、さっきね、一番最初にお話をしたこのね、ガパッと開いたよね、三脚の機能ですね。これでこうやって足をつけてあげて、好みの高さに調節をして、でこんな形で動画を撮るっていうね、使い方ができます。まあ、さっき言ったみたいにね、こう地上から伸ばすと結構安定感ね、不安な時はあるんですけれども、まあ、こういったね、テーブルの上とかでこう使うミニ三脚的な感じだったらね、重い一眼でもね、多少耐えてくれるので、まあ、結構いろんなところでこれ使えるんじゃないかなと思いますね。今まではこちらのベルモンの UT3AR 使ってたんですけど、まあ、これはこれでね、結構ちゃんとして、ね、この足が開く形なので、まあ、高さ出しても、ね、揺れないっていうところ、安心感あって使いやすいなと思うんですけど、まあ、こっちの方がね、
まあ、やっぱりこう畳んだ時のこうコンパクトさ、スリムさっていうところがあるので、まあ、持ち運びには、ね、いいんじゃないかなとか、あとはこういったハンドルの機能でね、こうやって持ちながら撮影も、ね、できるしなっていうところで、まあ、結構これはこれでね、すごくありなんじゃないかなと、試してみて思いました。もしかしたらね、もうちょっと使ってみて、今後がね、こっちがメインの Vlog 用の、ね、三脚になるかもしれません。はい、というわけで今回は、こちらコールマンとベルボンさんのね、コラボで出ましたこのスティック型の、三脚についてお話をさせていただきました。まあ、さっき言った通りですね、僕みたいにこう一眼とかちっちゃいカメラで Vlog を撮りたいとか、あとはキャンプにね、このカメラ用の三脚で持ち運びたいっていう方は非常にいいアイテムだと思います。まあ、キャンプの、ね、準備してる間にこれで三脚立ててずっと定点でね動画撮って、こう後でねこう編集するときに早回しをするとか、結構そういう場面ねあると思うんですけども、その時にねこういう三脚が1個あると非常にね便利だと思います。一応このね製品のリンクは概要欄に書いておきますので、気になった方はそちらの方見てみてください。はい、まあ、こんな感じでね、このチャンネルモノグラフでは、こういったね、ガジェットの話とかインテリアの話をよくしておりますので、もしこの動画が参考になりましたら、ぜひいいねもしくはチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの樋口でした。バイバーイ。